こんにちは。今ね、宇宙の大航海時代というふうに、言う人もいるんですよね。言われていますって言ったらね、みんなが言ってるみたいな感覚で、知らない人がね、悪いみたいな印象を与えますけども、一体ね、宇宙の大航海時代、それ誰が言ってんのって聞かれたら、いや、なんとなくみたいな感じになっちゃうんですよね。個人を特定すると途端にね、わからなくなるという。でも、そういうことを言う人もいるだろうなと、主には私なんですけどもね。でもね、その宇宙の大航海時代のどういうことかっていうと、これから宇宙開発をしていきながら、もしかしたら近くの惑星に有効なエネルギー資源とか食品に転化するものがあるかもしれない、もしくは人類が住めるような環境がテラフォーミングできるかもしれないみたいな探求心なんですよね。このかもしれないっていうリスクに対して同質の同量のチャンスがあるということで、過去1500年ぐらいですか、西暦1500年前後の大航海時代っていうのもあったんですよね。そもそも大航海時代っていうのは何で起きたかっていうと、犯罪者が船をかっぱらって逃げた先に無人島みたいなのがあって、そこでなんとか暮らしていて、なんとかやっていけるから、たまには自分の国に帰るかみたいな感じで帰っていったっていうのの、連続なんですよね。その連続で、おそらくそれがね、1000年ぐらい続いたんですよね。で、どうも向こうの方に、人が住んでるところがあるらしいとか、自分が逮捕されそうだからちょっと逃げる先があるらしいとかね、そこには追っ手が来ないらしいとこがあって、で、船でそこまで旅に出るんですけども、海流ってのがあってね、危険な航路ってのがあるわけですよ。危険な航路と危険な時期と、それから風向きとか天候とかで、このルートだったら安全に行けますよみたいな航海士ってのが現れたわけなんですよね。で、その航海士ってのもまた詐欺師が多くって、自分は航海士ですっていう風に自分で名乗ってね、実はトンチンカンの方向に行ったりとか、その船にいろんな人をね、乗組員とか冒険者を乗せて、あらぬ方向に行って、行った先で身代金を要求したりとかね、そんなことが横行したらしいです。そんなこんなで、15世紀から16世紀にかけて、今度はね、国家に対して、冒険者、いわゆるベンチャーってやつですね。今でもベンチャー企業って言いますけど、その時の名残なんですけども、当時のアドベンチャーをするベンチャラーっていうのが、ベンチャーをする人っていうのが、国王に対してね、ちょっと資金を出してくれと、私は大陸で王様の新しいね土地を見つけたんだと、でそこに今度は本格的に行って、その土地を切り開いて、他の国よりも早く王様に土地を献上したいんですっていうふうにね、つら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 と作戦計画書式っていうのがあるんですけど、それを出すわけですよ。で、それを国王がね、もしかしたらそれありえるかもなと、よし、ちょっと金出すから行ってこいみたいなことするわけですよ。で、その冒険者は、全員じゃないんですけども、金をもらったらそのまま島に逃げて帰ってこないみたいなことをね繰り返したらしいんですけどもね。で、今でもね、その宇宙開発の大航海時代っていうのがあってですね、10年ぐらい前から出資を募ってロケットを作りましょうとか、私はロケットを作ってる堀屋さんのところで働いたこともありますみたいなのがね、結構出てきてね、で出資を募るわけですよ。ロケットの開発事業にするんで、どうかね、寄付をお願いしますとかね、投資してくださいみたいな感じで、で、いくらって聞いたら5万円とか言うんですよ。いや、5万円をね、いくら集めたらロケットになるんだよみたいな。一発で数千万から億っていう金額かかるのは俺も知ってるよと。そんな5万とかちょこちょこ下げるんじゃなくて、一口数百万って言わないと真実味がないよって言ったら、あ、そうかとか言ってましたけどね。でもそれにね、5万だったらって払う人いるんですよね。最近では太陽光の投資ってのがあって、その太陽光の開発事業を、例えば3000万とかね、1億5000万とかするとしたら、それを1万で割って1人1万円とかね、1000で割って1人10万みたいな感じで出資を募ってドローンするみたいな。ドローンしなくてもまともに投資したところでも、太陽光のパネルがいろんな事情で発電できなくって、で利益が出なくって、そのまんま事業がストップするおじゃんになるみたいなね、そんなことがあって、なんかね、昔からそういったあやふやな話ってのはあるもんだなと、言ってみれば先話なんですけどね。中には真面目にやろうとして事業が失敗するっていう例が詐欺と言われることもあるんですけども、どちらにしてもね、投資っていうのは、決断っていうのは、うまくいかないことも覚悟でやらないといけないのかなというところですかね。人との出会いもそうですよね。私はメリットがある人としか付き合いませんとか言ってね、そんなことを宣言する人が本当にメリットだらけの人生を送ってるかって言ったら、そんなことないですから。やっぱりね、向こうは向こうで考えがあるから、自分に利用価値がなければ誰からも利用されないし、誰も近寄ってこないってことになりますし、人間関係が後を絶たないっていうのはね、一部を除いてですけども、やっぱ求められてるってことなんですよね。その求められてるその動機がですね、単なる暇つぶしの相手としてちょうどいいからっていうのが
結構あるんで、そこは気をつけないといけなくて、それは人脈でも何でもなくって、ただ消費されてるだけ、もっと言ったら浪費の相手にされてるだけなんで、まあ危険だなと思いますけどね。まあ、意味のある付き合いっていうのは、じゃあどこにあるんだって言ったら、まあ本当ほとんどないんですよね。ほとんどないけども、まあでもね、意味のないことも人間やってみたいですからね。はたから見たら全部意味がないですからね。やっぱり自分事だから意味があるし、大事なんですけども、自分じゃない人がいくら何かを一生懸命やってても、なんか何やってんのみたいなね、あんまり取り合ってもらえないようなことが多いです。それだけに自分の行動が人に動機を与えたりとかね、夢や希望やなんかのね、勢いを与えるっていうのは本当貴重なことだと思いますよ。吉谷さんもそうですけども、私たちがこうやって発信しててね、で少なからず人は動いてくれるわけじゃないですか。それは非常に良かったと思いますよね。単なる共感する、同情する、思いを共有するだけじゃなくて、そこにリスクを背負って一緒に道を歩いてくれるというか、同じ方向に行くっていうのはなかなかね、吉谷さんにもお身内の方っていると思いますけども、多分家族身内でも一緒にそっちの方向には行かないと思うんですよね。そこ他人が一緒の道を歩いてもらえるっていうのが、なんかそのこの発信者の、得というかね、得っていうと人徳の人徳もあるんですけども、損得の徳もあったりとかして、なんだかんだで、いいなというところありますね。別に誰もついてくる人がいなくてもやってるとは思うんですけども、でも結局ね、こうやって、吉田さんも奈美さんもそうですけども、なんかね、他の人がいなくなっても発信をやめなければ、私たちはね、たまたまですけども、みんながそうなるわけじゃなくて、みんなほとんどね、ゼロ更新するんだと思いますけども、なんかこう縁がつながってよかったなと思いますね。はい、というところでございます。じゃあちょっとお稽古あるんで行ってきますね。